こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は大人の歯列矯正の動画を撮っていきたいと思います。今日いつもの矯正歯科に行ってきたんですけれども、下が28回目、上が25回目のワイヤー調整日でした。で、今日はですね、ワイヤー調整とあと上下の噛み合わせを見るっていう、なんかちょっと厚めのプニプニしたものを噛んで、噛み合わせがどうなってるかっていう型取りみたいなのをしました。いつもみたいになんかね、がっつりやるやつ、がっつり歯型取るやつじゃなくって、平べったいガムの分厚いやつかな、そんな感じの噛み合わせを見るっていうのをね、初めてやと思うんですけども、やりました。で、これから何をするかっていうと、次回12月に入ってから大学病院で術前の検査を外来ですることになっています。これはもうすでに予約を取ってあるんですけれども、その時に今行っている矯正歯科さんで取った歯型、それから今日取った噛み合わせのなんか取ったやつを持っていくっていうことで、今日それを預かってきました。でね、箱がね、これちょっとね、私開けてね、中を動画で見せようかなと思ったんですけど、きっちり梱包してあったんですよ。これが歯型のものかな、これと、あ、違うわ、今日取ったやつがこれや、今日ね取ったのこれです。なんか噛んでね、歯型取った、これがだからいつかな、もしかしたら最初の方に取ったやつかもしれない。で、あとは上の歯と下の歯のこうね、なんていうの、これ見せれないからあれだけど、私の歯型の模型ですね、があります。で、これを今日包んでもらって梱包されてるので、ちょっとねぐちゃぐちゃになったらあれなんで、このまま持っていきたいと思います。で、これを預かって12月入ってから予約取ってるので、実際に手術をする先生に手術ができる噛み合わせの状態になっているかどうか検査をしてもらうっていう形になります。いよいよねここまで進んだんで、すっごい嬉しいんですけど、まあまだね、来月っていうことと、あと手術が最初に聞いてるのが、今すぐ予約してもゴールデンウィーク明けぐらいって聞いてたので、実際に私の番ってなると7月とかなんか夏になるんちゃうかなって思ったりして、まあ、そのなんて言うんだろう、心配っていうか焦りはあります。ただ今日は歯型模型をもらえたということで、ちょっとね気分は嬉しく思っています。はい、今日支払った治療費なんですけれども、前回分が760円でした。これなんか前回ワイヤー調整しただけやったかな、安かったですね。760円って結構、今までずっと2000円とかかかってたけど、あ、でも840円ぐらいの時もあったのかな。うん、通常のワイヤーの調整のみやったらそれぐらいなんかな。今日の歯列矯正のレポートは以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の歯列矯正、岡山の地域情報などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。あ、今日ね散熱トリートメント行ってきました。行ってきたからちょっとね、ここピンク入れたんが落ちちゃったかな、パープルが落ちてピンクっぽくなったけど、うん、トリートメント行ってサラサラな状態です。あとね、言ってなかったか見せたかわかんないけど、ネイル最近変えました。白のベースと、あとはミラーリングのネイル、ミラーリング、ミラーネイルのチェックですね。こんな感じ、冬の白ってすっごい可愛いですよね。最近ね、その術前矯正でね、上顎ね、奥に引っ張ってるのかな、すごいね、受け口がさらに目立つから、早くね手術したいって気持ちがねすごい大きいんですけども、こればっかり仕方ないよね、ほんまに苦痛です、苦痛。はい、ありがとうございました。バイバーイ。